ったときにはですね、支援に入っている NPO であるとかボランティアセンターとかご相談いただけたらなというふうには思います。明星さんはこれから屋根が壊れていたブルーシート、これの張り替えも何とかやらなければいけない状況になるだろうと、 NPO などとも協力してブルーシートを張る講習会なども開く準備を始めているということです。僕のおすすめする日産リーフにぜひリツイートを。日産リーフのすごいポイントはこちらですね。駐車が苦手な人って結構いると思うんですよ。日産リーフなら駐車をアシストしてくれるんです。ちゃんと喋らなきゃ、人形と差して変わらないし。